東京理科大学は明治14年、1881年に東京物理学講習所として設立されました。その後、2年後に東京物理学校と改称されました。創立者たちは、理学の普及をもって国運発展の基礎とするという建学の精神を掲げ、設立当初から多くの卒業生を教育現場へと送り出してきました。このことは1906年に発表された夏目漱石の小説坊ちゃんの主人公が東京物理学校を卒業したとして描かれたことに表れています。皆さんが通われた中学校高等学校にも本学卒業の先生方が何人もおられたと思います。現在本学の教員養成は全学組織である教職教育センターが中核となって推進しています。教職教育センターはアクティブラーニング教室や理科実験室といった体験的で実践的な学習を促す施設を整備するとともに、学生の所属する学部学科と連携することによって高度な専門分野の知識を有した教員を輩出する大学として評価を得てきました。理科大で数学や理科に関連する専門の学科で学ぶということは、中学、高校で扱う教科に関してその背景を学び、同時に最先端の研究を自身が行うということです。そして教職教育センター所属の教員が行う教育学、教育技術、各教科の指導法などの授業で教育について深く考察し、かつ実践する力を得ることができます。そのような経験を経て中学や高等学校の教壇に立つ教員は、生徒から知的好奇心を引き出し学ぶ意欲を持たせることができるとても魅力のある教員です。このような現場で輝く教員を多数輩出しています。私は教育哲学という学問を専門にしておりまして、教育原理、道徳教育といった教職課程の基礎的な科目を担当しております。他にもですね、選択科目なんですけれども、教職パフォーマンス演習というちょっと変わった授業を、開講しておりまして、漫才作りを通じて教師に求められるパフォーマンス力を育成するような授業を実施しています。せっかくですね、理科や数学などの専門科目に関する深い知識を持っていたとしても、それが生徒さんたちにきちんと魅力的に伝わらなければ非常にもったいないと思いますので、ぜひ皆さんもこうした科目を通じて人に伝える上で必要なスキルや心構えを学んでいただきたいというふうに思っております。理科教育を担当します、お手春文子と申します。皆さんが専門的に学んでいる物理学、化学、生物学と教育学の知識をつなぐような教育学的な専門分野の知識を扱うのが理科教育論です。理科を学ぶ意義とはどのようなものがあるのか、そもそも科学とはどのような学問なのかなどから始まり、世界の理科教育と日本の理科教育、科学概念形成とはどのようなものなのかなどについて扱っていきます。またもう少し広く、科学的なリテラシーやサイエンスコミュニケーションについても扱っています。理科の面白さをどうやって伝えていくのかについて扱う学問ですので、皆さんと共に学んでいけることを楽しみにしています。私の専門は教育工学です。具体的には先生のどのように授業をすればよいかわからないや、生徒の学習をしたい、どのように学習をすればよいかわからないといったような問題を工学的に解決する研究分野です。その中でも私はインストラクショナルデザイン、つまり授業設計という分野の研究をしていて、効果、効率、魅力の高い授業をどのように設計すればよいかについて考えています。私自身も数学の教員免許を東京理科大学で取得しましたが、数学や理科をどのように教え学ぶのが良いのかを一緒に考えていきましょう。私の研究分野は教育学と学校心理学、主に学校臨床をテーマとしています。担当授業は総合的な学習、探究の時間、特別活動、生徒指導です。教科科目や生徒指導は教科と並んで学校教育の狙いを達成するための重要な機能です。本学の教職課程は、理数教育の専門性を高める点に加えて、教会教育や生徒指導の指導力も十分に育成される授業内容となっています。教員を目指す皆さんの入学をお待ちしています。教職教育センターの大島です。専門は教育社会学です。社会学の視点から教育を研究しています。授業を通じて皆さんに一番伝えたいのは、生徒に寄り添う力を身につけるということです。数学や理科などの教科を上手に教えるだけではなく、生活や進路面で適切なアドバイスをすることで、生徒から信頼される教師になってほしいと思います。そのために必要な知識やものの見方を一緒に学んでいきましょう。
私は教育工学学習科学を専門としており、主に教職課程3年時の教育工学・情報化教育法を担当しています。教育工学では一斉授業における教え方をはじめ、グループワークの技法、ICT の活用について学びます。情報化教育法では高等学校情報化の学習指導要領の内容や指導法について学びます。これらの授業を通じて生徒の下に立ったより良い授業づくりに必要な専門知識やスキルを身につけてもらいたいと思います。教職教育センターでは、本学卒業の校長経験を有する先生方が再び大学に集い、現場で培った知識や技術を学生に伝え、教員採用試験対策をサポートしています。教諭としての経験はもちろん、校長職や教育委員会で培ったノウハウを伝え、学生の学びを後押しします。このように東京理科大学では、教員になりたい方や教員免許状の取得を目指す方へのサポート体制を充実させています。今回紹介したこと以外にも、教職教育センターのウェブサイトでは卒業生の声などを掲載していますので、ぜひご覧ください。